はい、じゃあ1分で紹介いきたいと思います。今日は、フォアハンドストロークの体の使い方、まあ、腕回りとか下半身の使い方のちょっとしたイメージトレーニングご紹介したいと思います。はい、よく、ボクシング、皆さん見ますか？はい、僕は結構好きで見るんですけど、ボクシングのパンチはこうアッパーっていう、こう下からこう入るパンチとフックっていう右側から、こう入るパンチとね、こう2種類あるんですけど、これ意外とフォアハンドを打つときにこのフック横からのイメージで打ってる人がね、ものすごくこう多いと感じます。はい、実はフォアハンドストロークっていうのは、綺麗にスピンをかけて普通にニュートラルなボールを打とうとすれば、どちらかというとアッパーですね、下からこう腕がしっかり入ってきて上に上がる動き、下半身もこう下から上に上がるときにインパクトをしていく動きです。はい、フックの感じでいくとどうしてもこう脇が開いてしまうし、手がねものすごくこう外から出てきてしまう感じになりますので、イメージとしてはこういう感じをね、イメージしていくと最後脇がね綺麗にこう締まって、こう下から上に出るような感じになります。はい、フックのイメージだとここからちょっと脇がこういう感じでね、こう横から開いてしまう、まあ、強く叩けるようなイメージはあるんですけど、ちょっと脇が開いてこういう感じに、ね、なってしまいますので、もしパンチのイメージを持つんだったらこういうイメージ、こう下からしっかりと、もう本当にこう拳が地面ギリギリからこう出てくるようなイメージでグッと入っていくと、フォアハンドの、ね、イメージすごく良くなると思いますので、試してみてください。